はい、皆さんこんにちは。趣味で中国語やってますほちゃんです。今日はちょっと少し真面目な話をしたいなと思って、日本で一番尊敬してる人、加藤純一純さんが不倫したことについてちょっと後輩として本音をぶつけたいなと思って、まずはちょっとこのチャンネル最近見始めた人は多分ね、私と加藤純一さんの関係はまだね知らないと思うんで、ちょっと簡単に説明します。純さんとはちょっと事務所の先輩後輩って感じで、何回かちょっと助けてもらったりとかするんです。このチャンネル立ち上げた時も結構世話になって、一時期チャンネルがちょっと終わりかけた時があって、その時にたまたま純さんに会ってアドバイスをもらったんですよ。お前は借金しろ、責任の重さを感じろとか、あとは周りの嫌いなやつとか全部切り捨てろ、自分が一番大事だって教えてくれたんですよ。その教訓を聞いて初めて借金しました。そして嫌いな人も全部切り捨ててここまでやってきたんだよ。本当に純さんに感謝しかないんです。こういう形でちょっと純さんに関する動画を上げたくないんですよ。でもね、本当は今回は触れたくないんですけど、純さんの視聴者の方たち、DM とかコメント欄でね、この件について触れてほしいとか、まあ結構ね、俺も結構ショックを受けて、なのでちょっと今日はちょっとね、自分の本心をぶつけたいなと思って、素敵な結婚式も行ったし、あんなみんなに祝福された中、なんと純さんは不倫をした。ショックです。しかも AV 女優の方、羨ましいです。夢です。 AV 女優さん以外にも他の方とやってしまったという情報も入ってきて、正直何やってんだ純さん、それでも先輩かっていっぱい責めたいところなんですけど、でも純さんの日本の少子化のために頑張ってるこの姿勢を見て責めるというよりもっと一層尊敬になってしまったんですよ。もちろん不倫はダメなんです。相当苦しい決断をしたんだなって思って、純さん覚えてますか、一緒に岩手行った時、日本の魚はうめえぞ、もっと食えって教えてくれたんだよな。サンマをうめえぞって、もっと食えって言ってくれたんだよな。でもよ純さん、サンマの美味しさを教えてくれたけど、 AV 女優と食ったサンマの方が美味しいってなんで教えてくれないんだよ。普通のサンマより絶対 AV 女優と食うサンマの方がうまいやろ。そこをもっと早めに教えてくれてほしいんだよ。そしたらもっと頑張れる YouTube を。あとは俺が金ない時にノートパソコンを買ってくれるんじゃなくて、女の買い方を教えてくれよ。そっちの方が大事だろ。何のためにパソコン必要なんだよ。あんだけ熱く YouTube の生き方とかこれからどうするとか教えるんじゃなくて、AV 女優の口説き方を教えてくれよ。 YouTube の生き方なんて聞きたくない。 AV 女優をどうやって口説くか知りたいのよ俺は。何のために日本来たんだよ俺は。でもまあいろいろ世話になったから、まあ恩返しじゃないんですけど、純さんに教えたいことが一つあって、純さん、ローソンのサンマはうめえぞ。うまいのよ。コンビニだと思えないぐらいのクオリティなんだよ。チンで50秒。俺のしこるまでの時間と一緒だ。ちゃんと炭火が効いてて、油が乗っててうめえのよ。しかも2本入ってる。2人食べれるんですよ。
一番いいところはどこでも美味しく食べれるとこなんですよ、ね、わざわざ地方行ってサンマ食うんじゃなくてホテルとか家とかね、そっちの方がバレない可能性高いじゃないですか。そうなので、これが私がジュンさんに唯一教えることです。でも本当今回はがっかりしました、うん、まあ私もこういう動画撮りたくないんですよ、うん、もっと違う形でもっとね100万人とかなって、またジュンさんと違う形で絡みたかったんですよ。でも仕方ないんです。今回の件について本当にショック受けたんで、本当に振りは良くないと思います。まあ非常に悲しい動画になってしまったんですけど、まあ皆さんも不倫しないように、自分の奥さんも大事にしましょう。